訓練を行っているのは消防隊員ではなく、地域住民らで組織する消防団員。この日、火災の発生に備えてポンプの操作やホースのつなぎ方を確認していました。前方よし、よし。京都市消防団には11の消防団と205の分団におよそ4300人が所属。有事に備えて消防隊と協力して地域を守る防災の要として、日々市内各所で訓練などを行っています。防火への取り組みは大人だけではありません。パネルを持って元気よく行進しているのは京都市ジュニア消防団のメンバーです。ジュニア消防団では将来の消防団員など地域防災の担い手に育成しようと、防災訓練や体験学習を行っています。消防団に加えて地域の防災に取り組むもう一つの組織が、京都市内の各地域で結成されている自主防災会です。自主防災会は自治会などが主体となって地域住民と協力し、定期的に訓練などを行っています。数多くの貴重な文化財を有する京都市、地域の方々と一緒に文化財を守ることも京都市消防局の使命の一つです。火災などの災害から文化財を守るため、文化財市民レスキュー体制を取り、文化財関係者と地域住民が話し合い、いざという時のための行動計画を定めています。また価値ある文化財の情報を共有するために、文化財セーフティーカードを作成し、定期的に訓練も行っています。歴史都市京都の街を守るため、地域ぐるみで文化財の防災意識を高める体制をとっています。